創業が明治3年の宣教楼は1万5000坪という広大な屋敷の中にあり、箱根外輪山の眺望が素晴らしい老舗である。入り口から玄関に至るスロープは様々な木立や木々に囲まれて、敷地の広さを実感させてくれる。手入れの行き届いた庭園や滝、年月を重ねた木立、野に生きる草花が存分に楽しめる散歩道は、自然派のミドル層に根強い人気があり、リピーターが多いのもうなずける。新緑が山々を薄く染める春から、大紫ツツジ、山桜、シャクナゲ、藤と花の共演が続く。懐かしい暖かさを感じさせるロビーの一角には暖炉がある。自然の陽光がさんさんと入る明るい和室からは、広々とした庭園が一望できる。ヒノキの肌触りが優しい大浴場は、四季折々の箱根の自然を一望できるビューポイント。新緑の季節からもみじまで、見飽きることのない自然のパノラマをバックに、ゆったりと湯に浸かりたい。